パパでーす。今回はドドン、任天堂スイッチ有機EL モデル開封します。はーい、今日が10月の6日6日ですね。はい、今日が発売日になります。マリオレッドの発売日ですね、有機EL モデルのね。で、これを、どうしても欲しいということだったので、あらかじめ予約をしてですね、ルキちゃんが、自分の貯金してたのをお小遣いで購入いたしました、こちら。でーん。で、後ろに映ってますフィルム、ルキちゃん見せて。はい、こちらは、前もって、購入してあったものです。アマゾンで購入したものなんですけども、そちらをフィルム貼っていきたいと思います。はい。では、開封していきましょう。はい、では早速開封してください。お願いします。はい、はい、ジョイコン赤ですね。はーい、開封していきまーす。はーい、まずは赤いジョイコン。なんかあれなんでしょう、有機EL モデルのジョイコンは普通のやつのジョイコンとちょっと違うらしいですね、内部機構が、うん、ただこれがどっちかはごめんなさい、ちょっとわかんないですけど、あの白い方は L ボタン、うん、一応赤、赤だね。はい、でもう一つは、はい、こっちも赤ですね。映ってはいけないものを映しちゃいまずいので映大丈夫だよ。はい、はいですね。一応こっちは R ボタン、うん、で、次が本名の、はい、本体。本体、あ、本体上の方が赤いじゃん。裏も赤いの？裏は？裏は？お、赤いじゃない。すごい。開けてみまーす。はーい。おお、すげえ。嬉しそう。嬉しそう。あ、シワ入っ。ほら、これでそのために貼ってあいた。うん、はい、貼ってあったやつね。これフィルムを貼ってないのか。貼ってないんですね。じゃあこの後貼りましょうね。裏面見せてもらっていいですか、赤い方。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、スイッチのロゴ、はい、はい、で、開けて、開けていきます。カチカチカチっていくんだっけ。ういーうい。一応半分さ、見てはいけないのがある。そうなの？ほら、あ、それね。ここ何これ、ん、これ、うん、そこに SD カード入れるの、これ、うん、へー、そうなんだ。はい、わ、色が青くなっちゃった。色がすごい色、赤、うん、赤ね。はい、一応さ、防止フィルムは貼ってあるらしい。うん、一応防止フィルム、あ、そうなの、うん、壊れないようにするためですね。はい、で、内容物ですね。セーフティーガイド、うん、セーフティーガイド、はい。まずこれから、それは、あ、 HDMI ケーブルね。ハイスピードあれでしょ、前のタイプのやつよりは柔らかいんでしょ確か、うん、ね、そうだ、あ、本当だ、柔らかい。ルキちゃんでも簡単に持てるぐらいだから柔らかいね、うん、はい、で、次は、あ、あ、 AC アダプターですね、うん、はい、これも新しいので全部ね、セッティング変えましょうね。それは共通だっけか。もともとあるのと同じみたい。同じ、あ、そうなんね。はい、出しました。はい、同じですかね、多分ね、うん、はい。で、続いてドックかな。次、あ、違う、ストラップ。次は何それ。だるーん。あー、はい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 、グリップね。グリップまたちょっと違うんでしょ、うん、
ちょっとねそれをね見せてほしいんだけど、ちょっと置いてもらっていい？確か動画で見たんですけど、このロゴ部分が刻印？刻印なんだっけ？型として彫刻。彫刻になってるんだよね、これね。型。わかるかな？でこぼこしてる。ですね。はい。あ、この角度だったらわかるね。はい。彫られてます。はーい。触ってみるとわかる通り、こう。ボコボコしてる？うん。うん。ボコボコしてる。うん。で、次は？グリップ？グリップのあれ、ストラップがあれなんだよね、違うんだよね。うん、白いドット模様が入ってる。はい、ちゃんとルキちゃんは調べてくれてます事前にね調べてくれてます。パパより詳しいです。算数が得意算数が得意はい、こういうのもちゃんとあの抜け目はありません。ちゃんと調べてくれてます、ルキちゃんは。はーい。プラスはプラスに、うん、そうね、逆にはめると大変なことになるからね。ヒカキみたいになるから、ね、昔のね、うん、はい、気をつけましょう。気をつけましょう。はい。マイナスはマイナスで、うん、プラスはプラス、うん、ね。はい、OK だね。はい、じゃ続いてドッグいきましょう。はい、今外しています、うん、はい、ドッグです。ドッグついに来ましたね、赤いドッグ。おお、かっけーじゃん。ついに来たね、赤いドッグ。赤いドッグ、はい、破かないように優しく出してください。はい、うー、来たー、かっけー裏には、うん、ま、裏にはスーパーマリオ。はい、あ、ちょっと待って、動かさないでね。はい、マリオのプリント、プリントだよね。うん、うん、つまりそういうことを、ほら、後ろについてるのが、ね、うん、マリオ。マリオ、はい、それは、うん、から取る？そうね、あれなんですよね、なんだっけ、ユキイエルモデルから LAN ケーブルがさせるようになってます。今回は、あ、コインじゃん。隠しコイン。マジか、それ知らなかった。ルキちゃん知ってた？うん、さすがパパ知らんかったちょっと感動した今。すげえ、コインがちゃんと書かれてるんですね。うん、細けえな。あとはなんか違うところは知ってる？ルキ、違うところ、うん、うん、ほら、うん、なんか違うの、そこ、ここが丸くなってるのね。うん、はいはいはい、ドックのね。はーい、はい、いい感じですね。うん、じゃあこの後フィルムを貼ってちょっと充電して起動してみましょうかね、うん、はーい。じゃあ一旦時飛ばししまーす。はーい。はい。少し充電しましたので、これから引っ越し準備等をいろいろしていきたいと思います。雨がちょっとすごくて、バタ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 音が入っちゃってるかもしれませんが、ご了承ください。はい。お？はい、じゃあやりますよ。ステップ1。はい。まずは日本語をタップします。はいはいはい、ちょっと置いて、じゃあここ、はい、次はジャパニーズピーポーの日本語でいきます。これ、うん、いいよ、いいよ、これ、そうだねルシャン逆から撮るか、見にくいよね。はい、いいよ。はい、はい、次、どれ、どういう説明をしている？これは、ですね、うちの Wi-Fi ですね。これうちの Wi-Fi、これ、ちょっと設定、じゃあ初期設定だけごめんなさい、飛ばさせてください。これちょっと待ってね、飛ばします。はい、Wi-Fi の設定が終わりました。東京？うん。
タイムゾーン東京で。テレビは後でいいんじゃない？はい、やりますよ。うん。はい。うん。これはやりました。これもやりました。乗せなさいって、うん、はい、じゃあ乗せてください。ちょっとテレビ汚い、テレビ周り汚いけどいっか。次、はい、テレビの周りちょっと汚いんですけど。あれ、ん、テレビが電源入ったかな。あ、入った。これはつけるとこんな感じ。はいね、はい、あれ画面でないよ。もうちょっとしたら出るんじゃない。もうちょっとしたら出るの。来た、起きた、来た。はい、いい。うん、次へ、他の任天堂スイッチから引き継ぎます。引き継ぎたユーザーがいる本体を持ってますか。持ってます。その本体でこれからも遊びますか。あと遊ぶ、遊ばない。遊ばないね。で、1人ずつ引っ越しますと。引っ越しをすると。はい、じゃあ引っ越しますので、ちょっと待ってくださいね。本当の更新が必要だ。じゃあ更新しましょう。はい、更新してください。更新します。はい、はい、更新してください。はい、どうぞ。はい、どのくらい時間かかるんでしょうね。めちゃくちゃ時間かかるんじゃないの。お、ね、困るな。あ、すぐ終わるんじゃん。ほい、フォーカスが合わない。信号がありません。でもさ、起動したら出るんでしょ、信号。お、来たかな。ちょっと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 、フォーカス頑張ってこい。フォーカス、ちょっちょ、もうマニュアルでやる。いい、これで合うかな。合ったね。はい、で次へ、で引き継ぐ。持ってます。遊ばないでいいかな。うん、で次へ引っ越しをする。で、引っ越すユーザーの任天堂アカウントにログインしてくださいということなので、これからログインをしますので、ちょっと一旦画面切ります。はい、準備できましたので、次へじゃあ押してください。こっち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 。で、今使ってるルキちゃんの本体うるさいんですよね、これ。で、これでどうする、どうしようって書いてある。ユーザー、あ、引っ越しか。引っ越しにして、そうそうそう、次へできる。出ていく本体だね。うん、で、それ、うん、で、そうして、よいしょ、2台が並んで、多分ピコ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 行くはず。一旦消すか。見つかった？うん。あれ、これ？うん、で引っ越しをする。やっぱ有機ELモデルの方が明るいし綺麗だね。うん。画面もでかいね。しかも色鮮やかに。うん、ね、そうだね。うん、あと何分？ 34 分もあるの？じゃあ一旦ここで止めますね。いい？うん、私、うん、いいよ。お、さあ、そっちがいなくなった。うん、うん、で、今度こっちが多分完了となるかな。ん？ん？変わらんね。
終わりました。はい。いい？でいいんじゃない？このままで OK ね。一人でいいんでしょ？スキップ。いい？いいよ、準備はできました。本ボタン。まだゲーム何もやってないから出てこない。で、ダウンロードしたやつは後でダウンロードコンテンツでやってください。うん。はい。完了です。遊べるようになりましたね。うん。はい。じゃあ、いろいろやってください。設定の本体に、うん、鮮やかさがある、ある。あった。これ鮮やかさっていうのがあるんだね。通常はこれ。うん。カメラじゃわかんねえだろうな。通常学校でね。多分分かんないと思うよ。僕は鮮やかにする。うん、どうぞ。鮮やか学校で。うん。分かんねえ。はい。今一通りね、引っ越しができたので、うん、これで遊べるようになりましたと。さて、次から。うん。さて、やりますか。SD カード。そうだね、SD カードすればいいじゃんね。はい。はい。で、ちょっと待ってね。そっから抜く。抜ける？ピッて抜ける？抜けた？はい。じゃあ抜けたらそれ入れてください。こっち？うん。わかんない、どっちか。入った？うん、大丈夫だね。どっちかなったね。こうってなった。なんだ？更新してます。だって、うん、再起動します。だって、はい、あげる。どうも。じゃあそうそう、こっちはあっちを出て、綺麗かな。綺麗じゃない。SD カードは一体フォーマットしてやり直さなきゃいけないのか、ダウンロードし直さなきゃいけないのか、うん、みたいだね。ってことはまた1から3全部ダウンロードし直しだ。ダウンロードコンテンツ、うん、また時間がかかるの。まあでも大丈夫だよ。入ってないから任天堂 eShop からダウンロードだね。はい、じゃあまたいろいろやりましょうね。はい。はい、マリオカート8デラックスダウンロードいたしまして、ダウンロードじゃないや、追加コンテンツダウンロード終わりました。こんな感じでございます。綺麗だね、うん、なんかあの HDR の画面みたいな感じの発色をしてますね。眩しい感じで、うん、はい、わかるかな。多分わかんないよね。はい。で、大丈夫かな、うん、これで遊べるようになったよね、多分ね。ちゃんと反映されてる、うん、コース入ってる、うん、一回見てみて。まずは普通のカスタムにして。うん。コース入ってる？サーキット。入ってるね。大丈夫ね。うん。はい、よかったね。そっち、ほら、うん、こんな感じ。また。まだ買ってませんよっていうのが出るけど、うんね、うん、買ったら。で、ちゃんとね、追加されたらね。うん、はい、というわけで、じゃあエンディング撮りますね。はい。はい、もう撮ってるからいくよ。3、2、1。はい、どうぞ。
なんて言っていいかわかんない。はい。というわけで、一応ですね、一通り、こちらのマリオレッドのですね、設定が終わりましたので、遊べる状態になりました。これからね、その携帯モードだっけ、と、あとは、普通のテレビモードと、使い分けて、まあ、壊さないようにね、自分でね、買ったものだからね、はい、大事に遊んでください。はい、また落として壊したりしないように。で、一応、有機イエローモデルなんで、落としちゃうと、すぐ割れちゃうらしいので、ほんと気をつけてね。修理代アホらしいんでね。はい。というわけで、じゃあ今回の動画はこの辺にしたいと思いますので、まあ遊びすぎないように、今まで通り、宿題をやってから、遊ぶようにしましょう。ね。はい。じゃあエンディング、締めの言葉をお願いします。これ、ご視聴いただきありがとうございました。はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。ご視聴いただきありがとうございました。はい。バイバイ。はい。じゃあよくできました。はい。ありがとうございました。はい。ポチッとな。